こんにちは、速稼塾の久保です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。まあで、自由で平和な国日本なんですよ。この国でね、やっぱチャンスをつかんでいただきたいかなというふうに私は思いますんで、この億万長者合宿の動画もどんどん出してるわけなんですけども、ちょっとね、お隣の国に目を向けてみましょうか。例えば中国なんですけども、中国って共産党の一党支配なんですよね。で、基本的には監視社会、監視のためにインターネットやウェブカメラとかアプリケーションというのが使われてまして、かなりね、不自由な生活を送ってらっしゃるんですよ。で、反社会的、反政府的な言動とかっていうのは、まあ、場合によっては即逮捕されてしまいますしね。それからね、中国に隣接する小国家ですか、まあ、ウイグルとかチベットみたいなのは完全にね、弾圧を受けたりとかね。それから、まあ、ウイグル人が100万人規模で収容されて、で強制労働されたりとかね、まあ、人工手術を施されたりとかして、まあ、非常に非人道的な扱いを受けているということもあります。すごい怖いなというところもありますしね。で、最近なんですけども、私が知ったんですけどね、ここ何年かで、香港ですよ。ジャッキーチェーン、我がジャッキーチェーンのね、活躍する香港なんですけども、この香港も、中国に返還されて、それからですね、この前ですけども、全人代での国家安全法ですか、こちらの方が可決された後、急速にね、香港っていうところは弾圧が激しくなってですね、市民、国民が、この香港のね、市民が、まあ、いろんな国籍の方がいらっしゃいますんで、やっぱこう反対運動をするんですよ。反政府運動ね。どんな反政府運動がするかっていうと、民主化ですよね。やっぱ香港は今まで通り民主的な活動を許してほしいと。国がもう全てを支配するんではなくて、人民にね、任してほしいってことなんですよ。まあ、というのは、イギリスの支配下にずっとありましたんでね。で、イギリスの支配下にあった時は、まあ、基本的には自由に貿易や経済や様々な活動ができて、で、世界中からね、企業が集まってきて、とっても優秀な都市国家ができていたんですよ。ほんの小さい、本当にちっちゃい地区なんですよ、香港ってのは。で、その香港が世界に冠たる金融センターになってですね、多くの富を呼び込んだ時から、今回の国家安全法が施行されて、中国の、もう完全にね、中国に併合されて、一国二制度ってものがなくなって、一国一制度、とにかく中国本土と同じようなね、支配体制に香港がなってしまった時に、いやー、なかなかね、自由っていうのが奪われていくわけですよね。その自由って奪われたところに抵抗したのが、民主化の女神と言われているこのアグネス・チョーさんなんですよね。とっても可愛らしい女の子なんですけども、この方ね、17歳ぐらいの時からこの中国化をこう恐れてですね、民主化の火を灯さない、消さないように運動していたんですよ。いや、すごいなと思う。このね、20歳前後の女の子がですね、この可愛らしい女の子がもう国を代表してですね、香港を代表するような、そういう風なね、リーダーシップを取ってるわけですよ。もうね、40過ぎた私から見ると本当自分が恥ずかしいですよね。こんな自由な国にいて、これ式のことしかできないということなんですよ。皆さんどうですかね、自由がなくなった時に、その自由を勝ち取るために、このね、民主化運動とかリーダーシップ取ってできるかなってことですよ。ものすごい勇気のいることだと思いますし、この活動がですね、まあ、中国政府にとっては違法ということで逮捕されてしまうわけですよね。そしてね、民主化を訴えただけですよ。自由にやりましょうって言っただけです。とにかく暴力的な活動してるわけでも、破壊工作をしてるわけでも何でもないです。で、この前ね、裁判を受けて有罪起訴ということになりまして、これからどんなことが起きていくのかね、すごく不安なんですよ。場合によってはですね、終身刑ですからね、これだけで。ね、その終身刑を、まあ、知ってですね、こういうふうに、もう香港の未来のため、将来のために、自分の身を投じてくれたわけですよ。このね、可愛らしい女の子ですよ。アイドルグループとかに、そのまま入れそうですよね。いや、なんかすごくね、もったいないなと、人類のね、こういった財産が消耗されていくのは。で、私たちは自由なんですよね。で、やらざる理由はないんですよ。常々感じますよね。で、最近でしたらね、今日の話題は結構ね、国際的なんですけども、
尖閣諸島に中国漁船が退去してくるという期限が8月16日です。この時に日本の海上保安庁はじめ自衛隊は何ができるかなと。アメリカ軍は全面的に協力すると言ってくれてる。で、台湾もね、尖閣諸島すごく近いですから、尖閣諸島っていうのは沖縄と台湾の間ぐらいにあるんですよ。で、ここを中国が自分の領土だって言って、違法に操業したりね、違法に軍艦を送り込んだり、ミサイル艦を配備したりとかしてるわけなんですよ。とてもですね、日本にとっては脅威。次の香港みたいな浮き目に遭うのは、台湾なのか、沖縄なのかって言われるぐらいですよね。ですので、尖閣諸島っていうのは非常に大事になってくるんですよ。まあそういう話はね、私の隠居 TV の方では結構するんですけども、そうなるとね、多くの方が意見を寄せてくれます。ということでね、今日の放送の趣旨なんですけども、発信をすると最も受信者になれるってことですよね。発信しない限りは自分で情報をね、取りに行かなくてはなりません。もちろんそれ非常に大事なことなんですけども、こんな情報があるよと、こんな考え方をしたらいいよっていうふうに、いろんな方からアドバイスを積極的にいただけるのは、情報発信してるからなんじゃないかなと思うんですよ。しかも、その情報発信をしていれば、見ている方が必ずいますよね。その、ビジネス的に言えば、見ている方が発信者にお金を支払ってくる可能性っていうのが出てくるんですよ。で、これがだから情報発信ビジネスなわけなんですよね。もちろん、簡単に人はお金を払いませんので、本当にすごい活動してるなと、ここは共感できるなと、勉強になるなっていうふうな、まるでね、このアグネス・チョーさんがやってるような、そんなね、思いを込めた発信でなければ、なかなか人は動いてくれませんけどもね、アグネス・チョーさんは、人がね、動いて、この方に協力して合流する方、すごく世界中に多いと思います。私もその一人なんですけどね。以前はなんですか、カンニングの竹山さんとインタビューをしたりとかですね、池上彰さんの番組の中に取り上げられたりということもあったようです。私テレビ見てないんで分かんないですけどね。まあどっちにしてもですよ、今日まとめますよ。自由な国で自由を使わないっていうことがね、どれだけ資源の浪費なのか、自分だけではなくて人類に対する資源の浪費なのかということを私は本当に感じますね。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。